各安式は、中華民国の外交官、政治家、教育者、語法運動の際に、孫文の下で、外交活動に従事し、字は方言、号はまた初、秀才の家に生まれる。1902年、蝶のホラが創設した新式学堂である、武将湖、北正吾寺高等小学堂に入学した。後に、蝶からその再式を評価され、1904年に、 ヒーでアメリカに留学した。学業を重ねた後に、1908年にペンシルベニア大学に入学し、政治学を専攻する。1911年、優秀大学生の栄誉称号を獲得し、同年6月には大学院に進学した。また、留学期間中は、ジャーナリストとしても活動している。 侵害革命勃発の方を聞くと、各安式は1912年に帰国し、湖北軍政府外交湖長に任命された。同年8月、国民党が結成されると、これに加入している。翌年2月、霊元広氏が副総統に任ぜられると、各は英文秘書として、これに随行し、北京入りした。1916年6月、遠征外死去に伴い、 霊元広氏が大総統に昇格すると、核は、高等顧問県外交部参事に任ぜられている。翌年7月、長君復壁が起き、はじむが失脚すると、核も下野した。その後は、湖北省に戻り、湖北方言学校や武将国立外語学校、武将唱科大学で校長を務める。1918年、核やすしきは、甲州へ向かい、 孫文の後方軍政府に加入して、三次県外交次長に任せられた。この年の夏、陳ともう人、王政帝と共に、アメリカに向かい、アメリカ政府の後方軍政府支持を獲得しようと、活動したが、これは、失敗に終わる。1919年1月、各と陳は、後方軍政府代表として、パリ講和会議に派遣された。しかし、各、陳はアメリカで、 北京政府否認の活動を展開したため、後に別途派遣された王が、講和会議で、ご報軍代表となっている。1920年11月25日、孫文らが、軍政府を改組したことに伴い、各安式は、軍政府参事件宣伝局局長に任ぜられた。翌年5月、孫文が、非常大総統となると、各は、総統不参事となる。 1922年4月、関東省政務長長長に任ぜられる。翌年、外交部次長となった。1924年、国立部省省課大学校長に任ぜられる。各安式別陰1927年4月12日、省会席による、上海クーデターが勃発すると、各安式は省に組みし、チャンス省外交交渉員兼上海、政治分会委員に任ぜられた。 8月、外交部次長兼中国国民党中央宣伝部、上海弁事どころ国際組主任となる。しかし、その後の核は、西山会議派や新興成派、王朝明など、反省派に組みして活動し、1931年12月の核派大同団結まで、このような立場を取り続けた。1932年1月、王朝明が、 行政委員長となると、ラモンミキが外交部長、各安式は外交次長にそれぞれ任せられた。同月、第一次上海事変後の停戦交渉に、各は中国側代表として参加し、上海停戦協定を結んだ。この時、上海の各団体、学生が反対運動を繰り広げ、各は動線を投げつけられて、頭部を負傷、入院している。結果、 協定への調印は、病院のベッドで行うことになった。同年6月、各安式は、外交次長を免ぜられ、中英公使に任ぜられた。任期中に、国際連盟に三度中国代表として出席し、満州国承認反対の論人を張るなどしている。1935年5月、公使から大使への昇格に伴い、各が初代中英大使となった。同年、 ロンドン大学から名誉法学博士を授けられ、11月には中国国民党第5期中央観察委員に選出されている。1937年7月、露光橋事件発生に伴い日中戦争が勃発すると、核は何度も国際連盟に紹介を行い、日本の軍事行動を非難した。1941年、核は反省派の人物であり、 小解析は本来は、事故の側近である、王政決を公認に臨んでいたが、王政決と不仲の陳顔がこれを望まず、その運動の結果、核が認ぜられたのである。核は、王朝明の南京国民政府を承認した国家に、月、断交を進めるなどした。しかし、同年12月、核は突然外交部長を罷免され、国防最高会議外交委員会主席に、 移動させられた。理由については、対米交渉での蒋介石との意見対立、あるいは、多額の官邸集築費用を非難された、などが言われているが、はっきりしない。1945年5月、国民党第6期中央監察委員に再選された。日中戦争終結後の1947年4月、各野寿司は、国際連合安全保障理事会の中国主席、 代表に任命され、7月にそのままアンポリ上中代表を務めている。同年12月にブラジル大使へ転じ、1949年まで務めた。中華人民共和国が成立すると、共産党指導者が核の帰国を歓迎するとの打診を行ったが、この頃にはすでに核は病に倒れており、帰国はできなかった。1952年2月29日、 アメリカ・カリフォルニア州の病院で死去。去年66、ありがとうございます。